どうしよう。ちょっと先に宿題考えとこうかな。いつもね、思いつかなくて困っちゃうから。宿題。そうですね。明日の麦帯担当メンバーさんに考えちゃおうかな。はい。明日は、ランゼさん。いらっしゃってくださるみたいなので、ランゼさんにどうしようかな。 どうしよう。いいんだよな。何がいいですかね。 何がいいと思いますか。難しいな。なんだろうな。2期生さんとの裏話とかにしてみますか。せっかく全国ツアーやってるし。そうだよね。2期生さんとの思い出とか。お、いっぱいありすぎて困っちゃうかな。どう思いますか。 あ、どうだろう。広すぎ？いいと思う？じゃあそれにしよう。2期生さん。皆さんとの。よし、できました。 たくさんありそう。でも思い出って言ったら。 宿題やりましょう。かきちゃんから、なんでさんへ2期生の皆さんとの思い出を教えてください。かきより。ありがとう、かきちゃん。かきちゃん大好きだよ。 はい、ということでいただきました。かきちゃん、2期生との思い出は、そう、あれなんですよ。なんだっけ、私が公式のインスタのストーリーで2期生の集合写真を載せたんですけども、気づいた方いらっしゃるかな。そのレナチだけグーのポーズしてて、あとみんなチョキ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 っていう の何をあげたんですけど、なんかその そのね、ピースで撮る前に1回2期生で集合した時にこうやってね、「やー」っていうポーズを撮るのがすごい、なんかわかんないけど、いつからかちょっとルールみたいになってたから、なんかそれ今日もそれにするみたいな話をしてたんですよ。 でもそしたらやっぱ2期生の2だし、2じゃないみたいな、私もそういう話をして、そしたらなんかでも多分端っこのレナチまで届いてなくて。で、ああいう写真になったんですけど。 そしたらその後に、その何チェックでみんなで写真見てたら、「うわ、ねなちじゃんけん勝とうとしたんでしょう」みたいな、あやねちゃんかな、あやねちゃんかひなこあたりがいじり出して、 あやねちゃんが「チャンピオン」とか言ってめちゃめちゃ盛り上がったっていう。これはそうですね、2期生だけの裏話というかね、かな。 すごい、山崎アウトっていっぱい書いてある。 そうなんですよ。そういうお話で、2期生って面白いなって かな。 そう、急にあやねちゃんがめちゃめちゃ英語で「チャンピオン」ふーってみんなで盛り上がったんですけど、2期生本当に面白いです。 かな。こんな感じで宿題はどうだったでしょうか。 さきさんが勝ちましたってことです。 青春ってよくわからねえ。青春って
よく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 うーんやるしかねー。